UMU アワードは2010年より年末に行われている日本各地のご当地アイドル日本一を決定する大会である。UMU とは Under Major u n i t i d l の略。UMU アワード2010が行われた天王図銀河劇場正式名称はエリアアイドルナンバーワン決定戦 UMU アワード2010全国アイドルお取り寄せ点第1回目は ホリプロ創業50周年及び東京 MX 開局15周年のコラボ企画イベントとして2010年12月26日27日に開催され新潟県代表のネギっこがご当地アイドルの頂点に立った UMU アワード2011が行われた新宿名人安田生命ホール正式名称はご当地アイドルナンバーワン決定戦 UMU アワード2011地域活性アイドル大図鑑 supportedbydmm.com 第2回目となる2011年は前年の天王図銀河劇場から新宿区の明治安田生命ホールに会場を移し同年12月27日に開催広島県代表の学みのりさがご当地アイドルの頂点に立った イベントの模様はニコニコ生放送で生配信された。2011年11月30日 UMU アワード2011オールジャパンセレクションの中からエリア代表候補者ブログに寄せられたコメントやニコニコ動画、YouTube のパフォーマンス動画などによる審査を勝ち抜いた各エリア代表8組とジャンプアップ枠2組の計10組のファイナリストが発表された。 2011年11月14日、日本全国のエントリーの中から全国を8エリアに分けた代表候補 UMU Award 2011 All Japan Selection 計26組が発表された。正式名称はご当地アイドルナンバーワン決定戦 UMU Award 2012日本全国アイドル勢力図2012年12月26日に 原宿クエストホールで開催され、北海道代表のフルーティーがご当地アイドルの頂点に立った。2012年11月21日、日本全国のエントリーの中から、ファイナリスト候補として、オールジャパンセレクション2012計30組が発表された。同年12月12日18日、オールジャパンセレクション2012の中から、 着歌バトル、ニコニコ動画、YouTube での動画審査等を勝ち抜き、決勝大会に進む、計11組のファイナリストが発表された。フルーティープラモ SCK ガールズ T、PU ケムリ美少女シモン、ちュ、ミトご当地アイドルをせんちゃんガールズ88、浦安マリニエンジェルスベルリング少女ハート N、ゼロキャンディーゴーゴー、川崎純条小町、鈴木マリエチーム MeH& A アップル学園応援部乙女コーポレーション展開、ぬのまい。ギフビメ軍団アイドル教室、バービーリップスピッツァ、ヤー、サクーラブ、岡山県、HBR ラブダイヤーモンド、山口活性学園ハチキンガールズ乙女の順情 S、アザンクロス琉球アイドル UMU アワードの、 スピンオフ企画イベントとして UMU ご当地アイドルフェスティバルジモラブナンバーワン決定戦が2012年5月3日に開催され NHK ラジオ第一で公開制放送された優勝はなみのりさ正式名称はご当地アイドルナンバーワン決定戦 UMU アワード2013全国発信147アイドルトック宣言 2013年12月13日に原宿クエストホールで開催。茨城県代表の水戸ご当地アイドルがご当地アイドルの頂点に立った。2013年11月28日、日本全国のエントリーの中からファイナリスト候補としてオールジャパンセレクション2013計30組が発表された。 同年11月28日から12月3日、オールジャパンセレクション2013の中から YouTube での動画再生回数、ウェブ投票、審査等を勝ち抜き、決勝大会に進む、計10組のファイナリストが発表された。ミ戸ゴトウチアイドル8837回アイクル、ガールズ7810回、SPL マッシュ7177回、 広島メープル S6956 回、キーリップ5330回ヒーラギキリオ4046回オトメの、順序3842回キラガール3727回、サザンクロス3539回ダイヤーモンド3354回、レッドポイント3007回シルク2823回アイドル、教室2742回、サクランボン、 ボン2373回、T、P1979 37回3776815回べ、ジムスメ1。801回ジュエルキス1749回、LE シアナ1747回スター T1501 回、加工路学園1441回 S、クオンティティ1245回ヒカリウィズオシクラマンジュ1199回。 ホワイドール1150回、イドイスト1136回、ブドウ島1128回、川崎純情小町853回、浦安マリニエンジェルス606回、チェアマンズ585回、山田美代572回正式名称は、ご当地アイドルナンバーワン決定戦、UMU アワード2014リアル地方創生の、天使たち2014年12月30日に、 ゼップ東京で開催。福岡県代表の乙女の順序がご当地アイドルの頂点に立った。2014年11月29日から12月6日、オールジャパンセレクション2014の中から、YouTube 動画によるパフォーマンス審査、動画再生回数等を基準として、決勝大会に進む計8組のファイナリストが発表された。2014年11月29日、 日本全国のエントリーの中から、ファイナリスト候補として、オールジャパンセレクション2014計20組が発表された。ひらぎきりお7590回だ、ヤーモンド7185回、調子元気娘4513回、ボソ娘3792回、アイクルー。 ガールズ3741回ハチキンガールズ3597回乙女の、順二3298回乙女コーポレーション3235回、キャンディーゴー、ゴー、3059回エナ2983回アイドル、教室2384回コミコミコミナ2364回、キラガールに 333回シルク2194回、H&A2047 回 l e シアナ1714回、スター T1680 回加工路学園1222回、チェアマンズ899回大阪ショーギャングス864回正式名称は、ご当地アイドルナンバーワン決定戦、UM、UMU アワード2016ホリプロ主催だった。 大会を株式会社ザ・クロスが引き継ぎ、東京アイドルプロジェクトのバックアップを受けて開催されることが発表された。2016年11月27日に渋谷ビジョンで決勝戦が開催。福島県いわき市のアイクルガールズがご当地アイドルの頂点に立った。2016年8月27日、日本全国のエントリーの中から動画、書類選考を経て、 計64組が発表された。各エリアの代表決定戦でオーディエンス票1位になったグループが決勝戦に選出。全国6エリア8組が決定した。後日運営委員会によるビデオ映像審査により4組が決勝戦に進出。DMM イエル投票による3組が決勝戦に選出。正式名称は、後藤地アイドルナンバーワン決定戦。 UMU アワード2017-2017年11月25日に渋谷ビジョンで決勝戦が開催。沖縄県の琉球アイドルがご当地アイドルの頂点に立った。日本全国のエントリーの中から動画、書類選考を経て8エリアから代表グループ9組を決定。エリアブロック大会後運営委員会による活動実績や 映像審査等により6組が決勝戦に進出。正式名称は、ご当地アイドルナンバーワン決定戦、UMU アワード2018-2018年11月24日に、渋谷ビジョンで、決勝戦が開催。鹿児島県の S、アザンクロスがご当地アイドルの頂点に立った。予選は、ミスタという動画配信アプリからダウンロード参加。 全国6ブロックに分けチャレンジ動画を投稿して、最も多くの応援ポイントを集めたグループが1組と、u m u 運営事務局の推薦枠等を合わせて、全6エリア14組が、決勝大会へ進出する。決勝大会へ進んだグループには1チームあたり、最大30万円サポートされた。日本全国のエントリーの中から、動画、書類選考を経て、 6エリアからミスタの応援ポイント数で代表グループ5組が決定。エリアブロック大会後、運営委員会による審査等により5組が決勝戦に進出。エリアブロック大会後、運営委員会による特別枠により1組が決勝戦に進出。エリアブロック大会後、ケーブルテレビ推薦枠により3組が決勝戦に進出。ありがとうございます。